はい、どうも、銀杏と申します。西村京太郎ミステリーブルートレイン殺人事件、今回で4回目です。では続きから始めていきます。聞く、何を聞きますか？岡田のこと。誰ですか？それは知らばっくれてるよ。聞く、何を聞きますか？南のこと。誰ですか？それはすごい、なんか何しらばっくれてるね。聞く、何を聞きますか？クラス会。何のことですか？なんでこんなしらばっくれてんの？見せる、何を見せますか？メモ。じゃあメモを見せよう。よく撮ってるね、メモ。メモ6を見せます。長号と N プロの岡田は高校時代同級生だったかもしれない。当時の担任の話では最近クラス会があったとのこと。あなた嘘をついてもダメですよ。私は広島であなたの高校時代の担任の先生から話を聞いてきたんです。このメモに書いてある通り、あなたと岡田さんは同級生だったはずです。そして最近クラス会があった。そこであなたは岡田さんと会われた。違いますかな？調べる。何を調べますか？机。急に机を調べる。机の上にマッチがあります。調べる。何を調べますか？マッチ。王冠の絵が描いたマッチです。あのマッチじゃんね。これはロイヤルのマッチだ。聞く、何を聞きますか？ロイヤル。ああ、ロイヤルね。たまに行きますよ。じゃあ移動します。どこへ行きますか？ロイヤル。ロイヤルの店内です。クラブのママがいます。あら、お客さん初めてかしらん。いや、私は警察のものなんですが、ちょっとお尋ねしたいことがありまして。聞く、誰に聞きますか？ママ。何を聞きますか？中郷のこと。中郷さんはよく来られますか？そうですね、最近お見えになりませんが。あ、そういえば2週間ほど前一度来られましたよ。でもその時はすぐにホステスを追っ払って、お連れさんと2人だけでこそこそ話しておられましたが、は、連れの方は初めてでした。誰に聞きますか？ママ。何を聞きますか？岡田のこと。中郷さんと一緒に来ていた人は岡田という名前ではなかったですか？そういえば、あ、そうそう、来られた時に友達の岡田だってホステスに紹介されてましたわ。何でも芸能関係の方だって後でホステスが言ってましたわ。いえ、話の内容は聞いてませんわ。番内先生、いらっしゃいませ。どうぞ。お、番内来たじゃない。なんだね、君は。こんなところまで調べに来ているのかね。ええ、仕事ですから。でも、岡田もこんなとこで別に岡田でーすって名乗んなくてもいいのにね。取ります。メモ。長子は岡田とロイヤルで会っていた。何か秘密の相談をしていたとのこと。移動します。どこへ行こうか。警視庁に行きます。おかえりなさい。何か分かりましたか？あ、そうそう、十津川警部から連絡があって、明日捜査会議をやるから集まるようにということです。遅くまでご苦労様でした。聞く、何を聞きますか？何を聞きますか？西本刑事は N プロの岡田のことを調べていたようですよ。聞く、何を聞きますか？十津川。まだお帰りになっていませんが。調べる。何を調べますか？メモ。
あ、見れるだけか。闇は見よう。人変える。誰にしますか。十津川。下関駅の駅長室です。移動。どこへ行きますか。捜査一課。そんなに簡単に帰れるの。翌日の朝すぐあの夜が明けたおはよう。じゃあこれから捜査会議を始める。よろしくお願いします。まず亀さんの方から今までの状況をまとめてくれたまえ。まず井村が殺された原因ですが、これは彼が調べていた広島の汚職事件に関係があると思われます。その事件には弁護士の中郷と代理士の番内が絡んでおります。特に中郷は知り合いの暴力団組員。西岡に頼み、番内に関する汚職容疑の証拠を隠滅させたものと思われます。つまり井村はその広島の事件を調べていて、何か決定的な証拠をつかんだ。そのために殺されたと思われます。そうなると最も怪しいのが中郷ということになりますが、彼にはアリバイがあります。そこで同級生だった N プロの岡田とのつながりが重要になってくるわけだ。西本くん、次は頼むよ。はい、では加藤武史殺害事件ですが、まず各方面での聞き込みの結果、チンピラ同士の喧嘩という線はなさそうです。となると殺害の理由は加藤が N プロを脅していたことにあると思われます。つまりスキャンダルを恐れての犯行ではないかと。したがって怪しいのはマネージャーの岡田ということになりますが、彼にもアリバイがあります。じゃああとは私が説明しよう。中郷と岡田が知り合いであり、お互いに邪魔になる人物がいた。しかもこの二人は最近クラス会で顔を合わせている。そこで私は交換殺人を考えてみた。ヒントになったのはブルートレインだ。岡田は博多でのコンサートに行くのに夜行列車を使った。普通アイドル歌手なんかは新幹線か飛行機を使う。しかも彼が乗っていたのは、はやぶさの前に東京出るさくらなんだ。そこでこの時刻表を見てほしいんだが、おのおの見るように岡田は京都まではさくらに乗っていた。そして下関の手前でもだ。しかし大阪から宇部までのアリバイはない。広森明美が寝ていたからだ。つまりこの間に岡田は列車を乗り換えられたわけだ。私の推理では、彼は大阪で桜を降りて34分後のはやぶさに乗った。そこで井村を殺し、どこかの駅ではやぶさから降りた。そこから車を飛ばし、徳山、小郡、宇部のどこかの駅で再び桜に乗り込んだ。ところで井村のことだが、おそらく彼は調査結果をネタに中郷を揺すっていたんだと思う。当日は列車の中で金の受け渡しをするつもりだったんじゃないかな。聞く。何を聞きますか。事件のこと。西本君はまず中郷を調べてみてくれ。その後大阪へ行って岡田が列車を乗り換えた証拠を探してほしいんだ。はい、わかりました。しかし警部、果たしてその列車の乗り換えは時間的に可能でしょうか。実はそれを亀さんに証明してもらいたいんだ。犯人の足取りをもう一度辿ってみてくれないか。わかりました、やってみます。じゃあ早速出かけてくれ。じゃあ移動します。どこへ行きますか。新宿。中郷弁護士事務所です。弁護士の中郷ですが、どういうご用件ですか。警察の者ですが、ちょっとお聞きしたいことがありまして。また警察ですか。まったくいい加減にしてほしいもんですな。行きます。何を聞きますか。アリバイ。
9日の夜はここで仕事をしていたんだ。何回言わせるんだ、まったく。いえ、9日ではなくて10日の夜12時頃どこにおられたかお話しいただきたいんですが。何？10日の夜？事件は9日の夜中ではなかったのかね。それが10日の夜にも事件が起こってまして、念のためお聞かせ願えませんか？それとも何か都合が悪いとか。いや、そんなことはないが、10日の夜はずっと青山の自宅にいたんだが。人を変えます。誰にしますか？亀井。警視庁捜査一課です。十津川警部がいます。聞く。何を聞きますか？事件のこと。あとは自分で調べてくれないか。丸投げ。じゃあ頼んだよ。わかりました、やってみます。数時間後、亀井ははやぶさの B 寝台に乗っていた。列車を大阪を出て三宮に向かっている。さて、問題はどこで桜に乗り換えるかなんだが。ここちょっと人変えます。誰にしますか？西本。中郷弁護士事務所です。移動。どこへ行きますか？青山。南青山です。ごめん、なんかイントネーションが。長尾弁護士の自宅の近所です。若い人が多いようです。調べる。何を調べますか？あたり。近所のおばさんらしき人がいます。聞く。誰に聞きますか？おばさん。何を聞きますか？中郷のこと。目がない。ああ、あの弁護士さんですか。え、10日の夜？そういえば、あ、思い出したわ。あの日、うちの主人が12時前に帰ってきたんです。それで表の戸を開けてちらっと外を見たら、中郷さんが車で。ええ、確かに中郷さんでしたが、車で出かけられるところでした。その後車の音が遠ざかっていったんで分かりました。そうですか、どうもありがとうございます。うん、やっぱりそうか、車で出かけてたんだね。じゃあね、中郷は。取る。何を取りますか？メモ。中郷は11月10日の夜車で家を出ている。本人のアリバイ証言と食い違っている。嘘つきだね、中郷くんね。移動します。どこへ行きますか？東京駅。東京駅新幹線のホームです。乗ります。何に乗りますか？新幹線。この新幹線に乗って新大阪で乗り換えればいい。今日中に大阪駅に着けるだろう。新大阪の駅です。もう着いたのか。調べる。何を調べますか？あたり。ホームには最終列車を待つ人の姿が見られます。聞く。誰に聞きますか？あたりの人。何を聞きますか？列車のこと。私は西村というものですが、ブルートレインの写真を撮るなら大阪駅へ行きなさい。あ、この人、作者の人だね。聞く。誰に聞きますか？あたりの人。何を聞きますか？気づいたこと。あ、そうそう、あなた知ってますか？夜行列車はよく時刻表に載ってない駅でも止まるんですよ。運転停車と言いましてね、乗務員の交代や物資の積み下ろし、給水などのためにしばらく止まることがあるんです。よくご存知ですね。聞く。誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？列車のこと。大阪行きはもうすぐ出ますよ。聞く。誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？気づいたこと。さあ。さあしか言われなかった。移動します。
どこへ行きますか？大阪駅。大阪駅のホームです。うさいね。聞きます。誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？怪しい男。9日の夜、はやぶさが着いた頃、ホームに怪しい男を見かけませんでしたか？怪しい男ね。ちょっと思い出せまへんな。聞く。誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？気づいたこと。ああ、そうや。なんでしたらあそこにいる少年に聞いてみはったらどうですか？毎晩写真撮りに来てますさかい。少年？聞く。誰に聞きますか？少年。急に少年が出てきた。何を聞きますか？怪しい男。9日の夜、はやぶさが着いた頃、ホームに怪しい男を見かけませんでしたか？あの日は確か、はやぶさの写真を何枚か撮ったわ。怪しい奴がいたかどうかは知らんけど。ちょっと現像しようよ。聞く。誰に聞きますか？少年。何を聞きますか？写真。あの時の写真やったら今持ってるで。ちょっと見せてくれないかな。ええで、ほら、これや。西本は少年の差し出した写真の中から一枚を取り出した。これだ。岡田に間違いない。おっさん、何興奮してんねん。撮る。何を撮りますか？写真。何すんねん、おっさん。怒ってるよ。あ、ごめんごめん。実はこの写真を貸してほしいんだけど。まあ、ネガがあるさかい。一枚くらいやったらかまへんわ。くれだね、写真ね。移動します。どこへ行きますか？捜査一課。おお、警視庁まで戻ってきた。いやー、ご苦労さん。で、何か証拠は見つかったかね？調べる。調べるじゃないや、報告する。西本は調査の結果を報告した。何？写真が。なるほど、これではっきりしたわけだ。中方のアリバイも崩れそうだし、あとは一気に追い詰めるか。ところで、亀さんの報告がまだなんだが、あ、放置してるからね、今ね。じゃあ、人を変えまーす。亀井。はやぶさの B 寝台です。調べる。時刻。0時10分です。もうそろそろ三宮だ。寝まーす。井村の死亡時刻は1時から2時の間から三宮を過ぎてからだ。となると、次の停車駅は岩国か。じゃあ、それまで寝るとするか。仮面はベッドに横になり、やがて眠りについた。そして、数時間後。わあ、よく寝た。今、4時40分か。もうすぐ岩国だな。移動。どこへ行きますか？岩国。よし、ここで降りてみよう。岩国の駅前です。客待ちのタクシーが止まっています。移動。どこへ行きますか？タクシー。お客さん、どちらまで？どちらへ行きますか？宇部に行ってみようか。私は警視庁の亀井というものだが、捜査に協力してほしいんだ。は、警視庁の。わかりました。腕には自信があるんです。で、高速に乗りますか？それとも国道を走りますか？高速に乗ってみよう。ぶっ飛ばしてもいいんですね。じゃあ、行きますよ。クレイジータクシーだった。亀を乗せたタクシーは国道187号線を北上し、
中国自動車道を西へ向かった。宇部の駅に着きました。調べる、時刻6時30分です。移動、どこへ行きますか？駅の構内。宇部駅のホームです。聞く、誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？さくら。さくらならもう出ましたが間に合わなかったか。乗り換えのルートを間違えたのかもしれないな。うまくいかなかったようだね。でもどうしてもこのトリックを実証しなければならないんだ。亀さん、もう一度頼むよ。ところで一つ気になることがあるんだが、実は夜行列車の場合、運転停車といって時刻表には書いてない駅で止まることがよくあるそうなんだ。はやぶさもどこかで運転停車をするかもしれない。一応覚えておいてくれたまえ。わかりました。やってみます。数時間後、亀井ははやぶさの B 寝台に乗っていた。列車は大阪を出て三宮に向かっている。さて、問題はどこで桜に乗り換えるかなんだが、さっきのね、タクシーの下りは何をやっても間に合わないんだってさ。調べます。何を調べますか？時刻。0時10分です。もうそろそろ三宮だ。待つ。井村の死亡時刻は1時から2時の間だから、三宮を過ぎてからだ。となると、次の停車駅は岩国か。じゃあそれまで待つとするか。今回は寝ません。1時。待ちます。まだ1時か。先は長いな。2時。眠たいな。岩国まであと2時間42分。少し寝た方がいいかな。おや？列車が止まったぞ。信号待ちかな。どこかの駅のようだけど。調べる。何を調べますか？あたり。車掌さんがやってきました。聞く。何を聞きますか？列車のこと。ただいま、給水のため運転停車をしております。まもなく発車いたしますので、しばらくお待ちください。聞く。何を聞きますか？停車のこと。この列車はいつもここで止まるんですか？はい、はやぶさはこの岡山でいつも運転停車しますが、それがどうかしましたか？乗客は降りられないんですか？普通は降りられません。でも緊急の場合とか気分の悪い乗客が出た時は降りてもらうこともあります。そうか、降りようと思えばこの岡山でも降りることができる。移動。どこへ行きますか？岡山。よし、ここで降りてみよう。岡山の駅前です。客待ちのタクシーが止まっています。移動。どこへ行きますか？タクシー。お客さん、どちらまで？どちらへ行きますか？小郡。私は警視庁の亀井というものだが、捜査に協力してほしいんだ。は、警視庁の、わかりました。腕には自信があるんです。で、高速に乗りますか？それとも国道を走りますか？高速に乗ります。ぶっ飛ばしてもいいんですね。じゃあ、行きますよ！亀井を乗せたタクシーは、深夜の国道180号線を北上し、中国自動車道を西へ向かって突っ走った。小郡の駅に着きました。移動。どこへ行きますか？駅の構内。小郡駅のホームです。聞く。
誰に聞きますか？駅員。何を聞きますか？さくら。あ、さくらなら今着いたところです。まだ間に合いますよ。よし、これで十津川警部の推理が実証できたぞ。亀さん、どうだった？報告します。亀は調査の結果を報告した。そうか、やっぱり犯人は運転停車を利用し岡山で降りたんだな。そして車を飛ばし高速道路から最も近い小郡で桜に乗り込んだ。亀さんが調べてくれたんだから間違いないだろう。それに岡田が大阪駅で早草に乗り込んだ証拠も西本くんが見つけてくれた。まずは岡田を問い詰めて吐かせてみるか。じゃあ西本くんは早速岡田を重要参考人として引っ張ってきてくれ。亀さんは中郷の方を頼む。移動します。移動。どこへ行きますか？新宿。中郷弁護士事務所です。あれ、誰もいないよ。先生は朝から出かけておりますが。あ、この前の刑事さんですか。まだ何か聞く。何を聞きますか？中郷のこと。さあ、行き先は聞いておりませんが。調べる。何を調べますか？部屋。先生の留守に勝手なことをしないでください。調べる。何を調べますか？こっち刑事やぞ。部屋。先生の留守に勝手なことしないでください。あれ、先生また手袋忘れていっちゃった。調べる。何を調べますか？調べない。間違えた。聞く。何を聞きますか？手袋。先生はいつも革の手袋をされてます。聞く。何を聞きますか？手袋。そういえばこの間手袋を失ったとか言って新しいものを買ってこられました。手袋を失った。なんか物なくしたらなくしたって言うけどね。失ったとは言わないよね。取る。何を取りますか？メモ。中郷は最近手袋を失い新しいものを買ったらしい。ひょっとして犯行に使ったのでは。人変えます。誰にしますか？西本。警視庁捜査一課です。十津川警部がいます。はい、じゃあ今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。